こんにちは、速稼塾の久保です。あなたはがん保険に入ってますか？私は入ってないんですよ。実はですね、民間のがん保険って入る必要が全くないんですよね。とは言ってもですね、がんにかかったらそのいろんな治療費とか手術費用で破産しちゃうんじゃないのかっていうような心配をお持ちでしょう。でもそもそも日本の国民会員保険には支払いの上限で決まってるんですよ。ですからどんなにお金がかかっても最大で月に10万円以上の国民一人一人の負担はないんですよね。まあ、ですんでがん保険に入る必要は全くないんですよ、ね、だからがん保険を勧めてくるファイナンシャルプランナーさんがいらっしゃったら、この辺はよく聞いてみた方がいいと思います。それですね、現在日本でがん保険を販売している会社はどこだと思います？驚いたことにですね、アメリカの会社しか販売しないんですよ。というのが数年前だったかな、十数年前だったかちょっと分かんないですけども、アフラックという会社が日本に入ってきて、それまで外資でのがん保険を販売をさせていなかったこの法律を変えさせたんですよね。そしてそれに乗っかったのが麻生財務大臣ですよ。ひどいでしょ。麻生財務大臣が何をやったかというと、アフラックという会社のがん保険は日本で販売することを許可したんですけども、日本の保険会社ががん保険を販売することは禁止したんですよ。でそうはさせじと、いろんな保険会社がね、がん保険を日本で売れるような仕組みを作っていったんですけども、麻生財務大臣が全く許可をしなかったんですよ。これどういうことなんですかね。だって日本人に対して日本の会社が日本のがん保険を販売すること、これができないんですよ。でアメリカの会社ががん保険を独占して販売してる、アフラックが、そして郵便局を通じてそれを販売してるんですよ。郵便局はアフラックのがん保険を売る手数料の上積みをちょびっともらうだけで完全にアフラックを儲けさせてるんですよ。このアフラックという会社、アメリカではさして大手という感じではありません。でも利益の9割以上は日本からのものなんですよ。ひどくないですか。これは日本人を吸い上げてるんですよ。しかもがん保険に入る必要がないってことを隠しながら郵便局は販売してるんですよ。ひどくないですか。これはこういうことを主導してるのが麻生財務大臣なんですよ。いや本当にね、ゾッとする話を私は聞きましたね。何を隠そう、私はねこれね今日知ったんですよ。で数日間の限定公開の動画っていう形なんで、もうねもしかしたら見れないかもしれませんけども、一応動画説明欄にリンクを貼っときますので、こちらの方から詳しく見てください。私もこれからね、まだ最初の3分の1しか見てないんですけども、残りを見ながらね、そしていろんな方面からアプローチして、このアフラックと日本のがん保険独占市場になってしまった、そして麻生財務大臣のこのねどうしようもない極悪ぶり、これについてもうちょっと調べてみようかと思います。場合によって麻生財務大臣はこのアフラックからキックバックをね恐ろしくもらってる恐れがありますよね。これなんで国会で問題にならないんでしょうか。それは私たち国民がこういうことを問題にしないからなんですよ。今日からあなたもですね、麻生財務大臣を憎む要素が1個増えたんじゃないですか。もしかしたらアフラックのがん保険入ってませんか。それは麻生財務大臣の25億円の豪邸を作るために、そしてその維持費を払わせるために吸い上げられてるだけかもしれません。もうちょっとお互い細かく調べてみましょう。それでは行ってらっしゃい。